選ぶがいい。 Welcome to God Online。 どうも、しゅうびです。今回はネズとトツと、まあ、歩兵戦をしっかりと分けた感じですね。初動 この中央ラインから行ってみましょうか。中央ラインからふわっと行く感じで、こっちから行った方がいいかな。まあ、A を見てみましょう。で、使い捨てで、まあ、殴れればいいかな程度の気持ちです。で、それ以外はしっかりと戦える。で、今ちょっと練習ですね。今回新兵装のなんだっけゲルエスですね。町だな。出撃する機体を選ぶ。出撃する機体のために指示が届いている。本拠点は俺が守る。もはや何も言うまい。相手は攻めてこない感じなんで、しっかりとライン戦を意識する感じでいいですね。そうすればなんか自軍補給艦ビーコンが設置された。あいつ早いんだ。補給艦の誘導頼む。早いよ。あいつは早いよ。水の中は最速に近いほど早いですね。うちにもすごくいいというやつが言ってたな。いや、水中機はなんかちょっと調整が入るんじゃないか説がありますけどね。指揮官から指示が届いている。おお、でかいレーダーを入れてますね。危ない。地上の方がいい。降りてこない。水辺に出てくるとこ狙われるんで。補給艦が誘導地点に到着した。縦に当たらなかったですね。まあ、追撃性能のなさがまさにあいつらしいですね。まあ、戦車式ですね。走車式か。走車式を打ちに行こうかなっていう感じで感じましたけど。まあその辺ね。指揮官から指示が届いているぞ。そいつは戦いづらいんじゃないか、ここは。隙がでかいんでね。ここでその機体を出すんだったら格闘は T 式ですね。自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。落ちろ。指揮官から指示が届いた。それは3倍になるぞ。さすがにそれでいけるほど甘くない。ね、ああすると、あそこにいるんだっていうのは、こいつは本当に索敵マンですね。索敵マンだと思います。自分補給艦が誘導地点に到着した。おお、アトラース。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。あ、大丈夫だろうという感じで、ちょっとこいつをグレーデンではなくこいつを採用。こいつはガラスジェットとほぼ同じような感じのちょっとダウンポイント2を意識して、で今 H 型をあえて入れております。この辺はガラスジェットで使って良さそうだったんで、カルプロを当てることを意識みたいな感じですね。ん、どっから当てることを意識してダウンポイントを取っていって、でそれ以外の武器で削り倒すと。
こいつ緊急機とかいかんせん遅いんで、上げたとしても遅いです。今回みたいな防衛戦の展開でも戦いやすいような機会ですね。盾も一応あるんで、盾にうまく当たればさらにですね即死を防げる、まあ、ただチャージしてると盾は発動しないんで、ここだけ回収を優先させる。自分補給艦ビーコンが設置された。イエス、ナイスコンボですね。マスチケでもブースヨル等々はお察しです。おっしゃなめんな。修理です。修理をかけしまったな。その3連でどうにかなると思ってやる。何なのかなんですけどね。負けない。お前は倒す。相手が悪かったのよ。すまないことした。拠点の制圧を急げ。リーダーぐらい問題じゃねえ。今、いやこいつはもうネズを狙う感じですね。防衛戦っていうよりは一機ぐらいは入れておいて、こいつも増し消したいんですけど、取ればいいなっていう感じですね。せめて一死報いなければ。でラインをしっかりガッツリしてるんで、なかなか取らないと思いますが、だからこっちの押してるんで、こうやって徐々に相手もネズミは来てるんでね、そこはだけどしっかりと消しないと、こんなぐらいすぐまくられちゃうんで、まあ、ただそれはこっちも同じことなんで、まあ、狙っていくっていう姿勢は大事なのかなという。だから一機はまあ捨てですよね。一機は捨て枠です。凸なんで、いや FPS が上がらねすげえチャージも切る。やれなかったのは残念ですね。自分補給艦ビーコンが出撃する機体を選び、出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いている。いい流れではあります。相手が超下がり出してるんですよね。味方に全弾ヒットだと？自分
ナイス。自分本拠点 X が攻撃されている。指揮官から指示が届いている。ナイス突ですね。素晴らしいです。自分補給管理本が設置された。回収なら私にとってはたやすいさ。めっちゃ下がってったな。リペアポートを設置します。拠点を占領した。作戦は順調だ。引き続き検討を期待する。これはいい流れですね。あれ足りるんだ。ナイジェル・ギャレット発進する。敵増援機を確認。アグに注意しろ。残念、逃げた判定がでかい。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるの指揮官から指示。そしてラグイ、ネジが一匹見えたかな。あ、フォローしますね。やらかせない限りは大丈夫ですね。ついに押し込んだ感じですね。修復すればまだ戦える。もうこうなると多分押し返せないと思うんですね。よくやってくれた。力を貸そう。敵コンビーコンを破壊した。指揮官から指示が届いている。ちょっと本体に当たりすぎ問題もある。ガルシアと比べてやっぱりアーマー低いんで盾持ってるもんね。力を貸せ。チャージ切ったら敵補給管ビーコンを破壊。安全ルートには後方確認が必要です。このぐらいな。諦めるな。修復すればまだ戦える。こいつはやべえ。これは始まりに過ぎ。ニオずっとキープしてるんで素晴らしいですな。敵が1体、敵が2体、敵が3体、4体。あ、外れた。こんなの傷のうちに入りません。バズーカーと切り替えてですね、 H 型を使ってるんで命中精度が非常に高いのが分かるかなと思います。入りましたね。敵軍戦力ゲージが残り 30% を切った。私も敵軍戦力ゲージが残り 30% を切った。
がやりした。残らず消えてもらう。マギー、バズーカがなくなってるね。一発だけ回収できたから。もうこうなると相手抜けてんじゃないかぐらいな。で射程補正なのも相まって非常にこのガトリングガンが射程が長くなっております。距離700ぐらいですかね。距離もうちょい行ってるかな、うん、敵戦略兵器の破壊に成功した。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーに作戦は順調だ。引き続き検討を期待する。指揮官から指示が届いているぞ。スナイパー食らった。もう終わりだ。出撃する機体を選び出撃する地点を決めるの。指揮官から指示が届いているぞ。まあだけど、はい、ありましたね。自分補給艦ビーコンが設置された。コンテナを回収しました。補給艦の誘導を頼む。もうなんか手遅れ感が。時代がすげえあったよな。バカしてね。まあ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 だけどまあ終わりですよ言うて。自分戦力ゲージが残り 50% を切った。自分補給艦が誘導地点に到達した。もうこれは瓦解しましたね完全に。出撃する機体を選び出撃する地点を決め、ラインが崩れるとなんかもうものすごい脆いなっていう、うん、最初は拮抗してたんですけどラインが崩れたんで取れなくなってきましたよね。もうで高コストしかいないんで強襲が少ないから前衛を組めなくて、やっぱりマップに見てるのも銃撃の後ろの方にいるフルアーマーとかフルアーマーマーク2とかダブルゼータとか前に来るのがいなかったんで、どん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 なんかプレッシャーがこっちのプレッシャーにどん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 だから抜けてる人そうだよねって感じでしたね。完全に徐々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 に後ろにされていく感じでした。もう歩兵戦でやってれば勝てんじゃねえのみたいなのがあったんで、いや実はねみたいな。でだからちょっとこの辺はもう結果ですね。結果としてだからラインが崩れた結果でああやって入っただけであって決壊しましたね。高コスト編成だったんでっていうのもあるのかなという気がします。狙撃銃撃とか砲撃とかで教師ほとんど見なかったじゃないですか、っていうのがあるのかなって。多分だから結構光栄寄りのデッキだったと思います。次行こうか、はい、なかなか良さそうですね。姿もねもともといいんですけどちょっと武装を変えたんでさらになんかいい感じかなっていう感じです。瞬間火力はまあだけどバズーカうまく使えばいけるかなっていう、はい、そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。